止まるまでにごめんなさい、時間がかかるんです。ちょっと小走りになります。今日の動画はですね、もし私が K-POP アイドルだったらどんなコーディネートで公共の場所に登場するのか、ルックブックでございます。なんで後ろ向いて歩き始めたんだろう。もうもしかしたらね、みんなのギャルズの中にはもう感強いというか、もう頭結構強めな IQ 高めのギャルズも絶対いると思うから、私が全身黒の洋服をね着てきた時点で、あ、こいつ今日ルックブックだなって思ったと思うんだけど、当たりだよ。もしも私が K-POP アイドルだったらっていうことで、自分のことを K-POP アイドルだと思って5つのテーマでコーディネートを私ぶち込みました。1つ目が K-POP のアイドルの皆さんといったら、もう常にもう練習練習プラクティスプラクティスプラクティス練習ということで、もうずっと練習室にいるじゃないですか。なのでテーマ1は、もしダンス練習に私がアイドルとして参加するんだったらこんな感じのコーディネートで参加します。そして2つ目が K-POP アイドルの皆さんといったら、韓国だけじゃない、もうワールドワールド。たまに英語発音するときにネイティブになろうとなろうと思いすぎて、すごい力を込めすぎて発音をしたのね。だから何言ってるか分かんなくなっちゃうの。友達にも周りに言われるんだけど、ワールドワイドワールドワイドのファンの皆さんに会いに行くとき、 K-POP のアイドルの皆さんはどこを通過しますか。あ、空港です。正解です。なので空港コーデをご紹介します。韓国のアイドルの人ってすごい空港コーデがめっちゃ可愛いというか、こうやってね、グループの人とかだったら信号を渡る前にこうやって一列で並んでパパラッチの人がバシャバシャってなってて、結構大イベントなの。そして3個目が K-POP アイドルの皆さんといえば MAMA、 まあまあいろんなアワードがありますよね。年末にかけていろんな音楽の祭典だったりとか、なんとかアワードっていうのにすごく出演されてて、でそこにはレッドカーペットがあったりだとか、もちろんアワード限定のね曲もアレンジしたりだとかしてパフォーマンスをしたりだとか、そのアワードにもし私が出演したらどうなるのかなっていう、アワードに出演するためのちょっとおしゃれしなきゃだよね。4つ目が、私がもし番組の MC をやらせていただいたらどんな感じなんだろうかなっていうコーディネートを考えてみました。でですね、最後がなんて言ったって韓国のアイドルの皆さんもパフォーマンスがはーすごい、ステージパフォーマンスする時の衣装を最後にご紹介したいと思います。それでは皆さん準備はいいですか。レディーゴー。私がもし練習室でパフォーマンスもね、練習をするときに着るコーディネートとなっております。でちなみに上のトップスが結構ダボダボというかオーバーサイズめのやつで、まあね、動きをこうやってしても全然動けるよみたいな感じで見ました。パンツがですね、こちら結構デザイン性の高いズボンになってるんですけど、なんでかっていうと、私普段だったらダンスの練習とかだけだったら普通にスウェットだけで行くんですけど、今日はなんか会社にね、今日のスケジュールはダンス練習とダンスプラクティスのね、新曲のダンスプラクティスの動画もそのまま夜撮るって言われたから、人の格好よりかはちゃんとした映像を撮る仕事でもあるので、今日のスケジュールは息が切れてきたので、これ飲んでるといかがですか皆さん。 You dance don't let my エントリーナンバー2番はこちら、エアフォールルックでございます。空港ルックでございます。ということで、私の今日のスケジュールはですね、日本に行って日本でファンミをして、でその後にアメリカに行ってアメリカでツアーがあるんですね。なので韓国から日本はだいたい2時間半くらいで到着するので、気軽なフライトかなと思って調子乗って半ズボンを履いてみました。普段はですね、あんまり半ズボンとか履かないんですけど、まあファッショナブルに行きたいなということ で今季節はですね、夏なんですけど、まあやっぱりね、機内って冷え込むコンディションが悪くなってしまう環境下だと思うので、こちらのですね、あ、少し難問だこれ、こちらのですね、裏超かわいいの見て、私命がけでみんなに今裏見せてるからね、はい、ってな感じで裏の刺繍がかわいいベトモンのですね、2016年くらいに発売されたジャケットを取り入れてみました。韓国のアイドルの人たちってやっぱりおしゃれじゃん。でも私最近ちょっと思うのが、韓国のアイドルの人たちってやっぱ超おしゃれで、私服とかも、やばこれ真似したいみたいなコーディネートとか結構あったりするんだけど、やっぱり最近はグループとかアーティストとかによってはブランドがさ、スポンサーとかついたりしてるじゃん。だから最近私の中ですごい至難の業が、これは本当に本人の私服なのか、それともこれはブランドのスポンサーで着てるのかっていうの
見極めないといけないわけ。いいよね、日本のさ空港にさパパラッツとかいてくれたらいいのにね。私って結構さ調子乗ってるというかさ、私って結構なんていうの、そういう注目浴びるの結構大好きだからさ、空港とか毎回さニューヨークから日本に到着した時にさ羽田空港とかにパパラッツとかがいたら毎回気合い入れんのにね。私こうやって入国するとき、陰性です、ワクチンです、ただいまです。で、忘れちゃいけないのがこれ靴がジェレミー・スコットとアディダスのウィングスの羽のついたシューズを取り入れております。 Do you think this could be a cute outfit for the airport? For the airport? Who are you trying to impress on the flight? Have you seen one of those videos when K-pop idol goes to the airport? Oh, I forgot you're a K-pop girl. Oh, I'm so sorry. I'm so sorry. Why are you walking like that? This bitch, I missed my flight. Boom! そして続いてのコーディネートエントリーナンバー3番目、こちらはですね、アワード音楽の祭典だったりだとかレッドカーペットのある場所にですね招待された時のコーディネートとなっております。もう全体的にね結構キメキメな、バッチリキメキメキメ侍みたいな感じの衣装をご用意しております。まあ最初ね黒とかそういう無難な色で攻めようかなと思ったんですけど、まあせっかくだったらねやっぱり私グループに所属してるのかそうなのかまだわからないんですけど、目立ちたい、一番目立ちたいじゃないですか、せっかくなので。なので深緑調なスーツをセットアップでご用意させていただきました。でこちらのパンツがですねもうお分かりいただけると思うんですけど、フレアタイプになっていて足長効果、もう足はまるでゲリンスターンって感じで本当に刺すようにですねレッドカーペットに足を踏み入れていきたいと思います。皆さんフラッシュがすごいので目には気をつけてください。てな感じでございます。やばい、そんな遅れちゃうみたいな。ここで一つ細かすぎて伝わらない K-POP モノマネ選手権でございます。分かる方はコメント欄でお願いします。こんな感じでですね皆さん、いろいろもうコーディネートをご紹介してきましたが、あと残るはもう2つしかないんです。楽しんでいただけてますか。もう次に早速私走っていきたいと思います。お疲れ様です。もね、マラブ、ドゥルルということでですね、続いてが音楽の番組、ミュージックバンクとか M カとか何でもいいんですけど、音楽番組の司会をやらせていただいた時の私でございます。音楽番組のですね、司会をやらせていただくということは本当にですね、緊張というかもうプレッシャーも高い、誰かがね、司会の誰かが誰かを目合わせたとかで結構なんか叩かれたりとかするんだって、ファン同士の間で。怖くない？普通に仕事してるだけなんですけどみたいな感じの私はスタイルでやらせていただこうと思っております。あんまりね、しっかりしっかりしすぎてもあのゲストの皆さんも逆に緊張しちゃうかなと思ったので、まあ、ジーンズをね逆にこのスーツ目のジャケットに合わせたりだとか、靴をスニーカーにしてみたりだとか、まあ、でもね首元はネクタイできっちり締めて、私は今から司会をしますよ。新曲の内容はどんな感じですか？へえーっていう感じの気合は入らせていただいております。はい、出演者が今通っていきました。最近さ韓国の音楽番組出てる動画 YouTube 上がってるじゃん。あれ見て思ったのがさ、観客入ってるのが復活してるじゃん。やばくない？しかもさ観客入ってるのが復活してるだけじゃなくて、歓声声を出してもいいじゃん。韓国ってもう今音楽番組のパフォーマンスのもうなんて言ったって私が一番興奮するのが、その見に来てくださっているとか見に来てるファンの皆さんの掛け声なんだよね。例えば「ムーセラーペン!」みたいなとか、あれが入ってるだけでこっちも高まるというか、こっちも声出したくなるというか、上がるよね、あれマジで。続いてはですね、もう MC まで来たということは、私たどり着きました、音楽番組。最後はパフォーマンスのコーディネートでぶっ放しましょう。あー、おーということでですね、こちらが最終ルック。パフォーマンスステージで私がもし K-POP アイドルだったら、こんな感じの衣装でバックステージを皆さんにお届けしたいと思います。今回のですね新曲のテーマは、まあ、よくわかんないというか、まあ、考えてもないんですけど、まあ、とりあえず赤ということで、まあ、情熱的な新曲になるでしょう。まあ、基本なんかバラとか使ったりだとかするでしょうね。よく TikTok のコメント欄でなんかファンカムの映像とかが上がってると、すごいスタイリスト組にしろとか、すごい怖いコメントとかもたまに飛び交ってたりするじゃないですか。なので結構ねパフォーマンスの衣装っていうのは大事。やっぱりそのカムバックごとのテーマに合ってなきゃいけないし、やっぱ活動期間が長いグループだと5週間とか4週間とかして毎週毎週違う衣装でさ、そのカムバックのテーマに合わせてさ衣装を組んでいかなきゃいけないから、結構大変な作業だと思う。結構どころかすごくこんな感じでございます。で、踊りやすさを込めてスニーカーも履かせていただきましたし、あとよく K-POP のアイドルの人たち見てると、やっぱアクセサリーだとかどんなものをつけてるなと思って、バンダナ巻いてるグループもあれば、なんかこういうところにさハーネスつけてるグループもあったりだとか。なので私はここに重ね付けるチェーンをいっぱいつけました。もしかしたらねこうやって踊ってる時にマイクがね音拾っちゃうかもしれないので、うるさいかもしれないんですけど、まあそこは
臨機応変に対応していきたいと思います。てな感じでですね、まあ自己と満足というか、まあ趣味とオナニーというか、まあ自己満なんですけど、こんな感じでですね、もし私が K-POP アイドルだったらどんな感じのコーディネートを組むかっていう動画をご紹介しました。今までルックブックっていうのは1回だけ確かなんかデートとかなんかわかんないけど、よくわかんないテーマ作ってやったことがあると思うんですけど、まあ2回目ルックブックみたいな動画になるんですけど、皆さんが楽しんでいただけたら私ケミはですね幸せというか幸いでございます。私本当に普段 K-POP アイドルのみんなが着てる洋服とかを真似したりだとか、なんか K-POP アイドルの名前を入れてなんかクローゼットとかで調べると、インスタグラムでそのアイドルがステージで着た衣装とか空港で着た衣装とか、そういうの全部まとめてるところがあるのね。それをなんかフォローしてるだけのアカウントとか持ってて、インスタで、でそれで、あ、こういう感じの洋服が今流行ってんだとか。なんか K-POP アイドルのスタイリストの人のすごいところって、例えばズボンとかをトップスに変えたりだとか、メンズの洋服をもうリメイクがすごいので、ブラックピンクの衣装とかよく見てみると、え、これすごい、こんなリメイクしてこんなになってるんだとか。だからね、めっちゃね、洋服好きとしてはね、超インスポなのね。以上、皆さん今週の動画を見てくれて本当にありがとうございました。また皆さんに来週会えるのをね楽しみにしてるので、うちらでまた1週間頑張りましょうね。バイバーイ、頑張ったみんなー。